嬉しい。本当？かぼちゃん大好き。そんな褒めてくれて。JP さんこんばんは。JP さんだ。こんばんざーい。やっほー JP さん。はるくまさん。またまたこんばんざーい。はるくまさんこんばんざーい。ね、今日さ、美術館みたいなとこ行ってた。もしかして、なんか、違うか。え？なんか絵の壁みたいなのすごい見て。え、これなんだろうって思って、すごい拡大したりして、ね、見ちゃった。なんか素敵な美術を鑑賞してた今日、はるくまさん。気になる気になる。いやお耳、つなり、こんばんざーい。ナンシーだ、マイカちゃんこんばんざい。ナンシー、こんばんざい。ね、ほんと笑うとお前になるからもう笑わない。今日。今日笑わない。みやちゃん可愛かったから話。ほんとに？よかった。変な変じゃなくて。もうどんな顔してたのかと思って。あ、笑うありがとう、みやちゃん。ね。みやちゃんラブ。そういえばヒラヒラしてたり肩もこってしてない服って珍しい。あ、そうかもしれないね。タイトめなサマーニットみたいな感じの着てるから珍しいかもしれないね。確かに。でもそうだね、いつも肩ヒラヒラしたりとかしてる服着てるから。今日はデコおっとゲフンゲフン仕事だった。レコ？仕事だった。お仕事だったの？お疲れ様。ゆうちもエリートじゃないよ。ヘラヘラしてるヘラートで。それはそうかもしれないとか言って。ゆうちもいいな。え、楽しかった？スカイダイビングじゃなくて、なんだっけ、パラグライダーじゃなくて、なんだっけ、ゆうちも覚えられない。ケロリンこんばんは。あ、お星様ありがとう、ヤスくん。ラプターさんお疲れ様です。ありがとう。もんちゃん圧倒的顔面偏差値は、ですね。高いか低いかは言わないです。どうしよう、圧倒的に顔面がブスだって思われてたらもんちゃんに、やばい。やばいよ、これは。めちゃめちゃ怖いスタイル、それ。ラプターさんこんばんざい。マイカちゃん再び、あ、こんばん M、やすくん再び。こんばん M。これ M になってる？気づかない。あ、嘘、本当？喫茶店はパフェ食べれるお店探してる時かな。あ、そうかもしれない。なんかたまたま配信ライブの前に新宿に移動した時にみおちゃんと一緒に歩いてて、私全然気づかないでさ、フラーッと歩いてたらみおちゃんが「ねえねえ、あれハクさんじゃない？」って言ってきて「え、何？どれ？どこ？」って見たら、ここちょうどハクさんがふわーって通り過ぎていって、あ、ハクさんだ。って思って二人でふわーって背中に向かって手振ってた。パフェ、あれすごいさ、おしゃれだよね。アジサイでしょあれ。もしかしてアジサイをモチーフにしたパフェみたいな感じなのかなって勝手に思ったんだけど、なんかすごいおしゃれなさ、とこパフェ専門店っていうの、あれすごいおしゃれだった。気になっちゃった、あれ行ってみたくなっちゃった。あ、ケロリンアイスありがとう。美味しそう、このアイス。マイカちゃんの笑顔好き。本当に？自分の笑った顔あんま好きじゃないから、そうやって言ってくれるの嬉しい。ユーチューブアイスありがとう。食べよう。タイトめのマイカさんニヤニヤしてません。で、それニヤニヤしてるじゃん、もんちゃん。100%。お目当てのカフェに行く途中でストリートアートが素敵で。あ、そうなんだ。道にあったってこと？え、すごいね、あれ。え、壁に描いちゃったってことだよね。気になっちゃう。え、あれ何のカフェに、栃木に行ったのかな。栃木まで行ったの。ツイート見て席乗せてくれてて嬉しかった。なんかおしゃれな休日の過ごし方だなと思って、え、なんかいいなと思った。なんかさ、行きたいところとかさ、
そういうところに時間を使う使い方も、私はそういうスタイルだから、自分がここ行きたいなと思ったらすぐにこう時間ができたらもうそこに行ってしまったりとか、行動しちゃうんですよすぐに。だからちょっとハルクワさんに似ていて、あ、そういう過ごし方って素敵だなってすごい思った僕笑うとお前です。嘘、え、そうなの？ケロリンのお前いつもお前な気がする。ゆうちもパラグライダーで会ってるよ。パラグライダー会ってた。最初怖かったけど飛んだら気持ちよかった。一緒にやりに行こう。え、絶対怖いって本当に、え、やりたい。連れてってゆうちん、パラグライダー連れてって教えて。でもすごい気になる。私やってみたいんですよ。結構あのスカイダイビングは絶対怖いけど、パラグライダーはすっごいやってみたい。あとジェットスーツだっけ、なんかさ、モモンガみたいにさ空気を入れてスーツを着て飛ぶやつとかやってみたい。あの岩とかにカンってぶつかったら終わりだなと思うけど、ちょっと気になるよね。空飛べる。パラグライダーってさ、あの高いところからさ、こう空に空中に出ていくときってさ、え、どういう感じなの？なんかもう落下するの最初、それかもう最初からふわーみたいな感じなのかな。え、でも怖いよねやっぱり。だってさ信用ならないじゃん。そんな信用なんなくない？そんなさ、あのビニールのさ傘みたいなやつにさ身をさ投げれない。さっきぶりの公安、あ、ゾンタン公安ない。さっきぶりアマゾン低いって言ってたとしたらあ、JP さんお久々ありがとう。俺かなり最低な人間だよねあ、最低は欲しいなっちゃうんだね。最低人間、確かにそれはそう。低いって言ったら、もんちゃんはね、もんちゃんは、もんちゃんはとってもとってもいい人だからね、最低な人間じゃないですね。食べて食べて、わっかわいい。こんなギフトあるの、ありがとう。もんちゃんがギフトくれた、イエイイエイ。え、気づかなくて泣いたそう、あのハクさんがなんか携帯でなんか調べてんのかなと思ったけど下向いて歩いてて、あの後ろからくれてやってた。カイト、こんばんざい。ちらこんばんざい。カイト、アジサイ、え、そうだよね、やっぱり新宿のまるまるパフェ専門店って名前だった。そうなんだ、まるまるパフェ専門店って名前も、え、気になる。ちょっとインスタで見てみようかな。すごい久しかもさ、本当に可愛くて、あのパフェが。私今本当にアジサイの話を合わせてとかじゃなくて、アジサイすごい好きなお花なんだけど、あの好きな花何ですかって聞かれて、その前インスタの質問のやつでアジサイって答えたんだけど、桜とアジサイが好きなんだけど、本当アジサイが大好きで、今日も本当アジサイを見に行こうと思ってちょっと行けなかったんだけどそれぐらい好きで、だからあのアジサイをモチーフにしたパフェとかを今日も調べてたりして、インスタでいっぱい保存したんですよ。そう、それぐらいさ、ちょっといろいろ見てるから、もうあの私のドストライクすぎて、あのパフェが何これって思って素敵すぎて保存したちょっとあれ気になるんだよね、行ってみようかな。ハクさんの真似する。もんちゃんちげえぞ、やめれー、ちげえぞちげえぞって出る。もんちゃんてれ。カイト、こんばんざい。こんばんざい。昨日のお前、音楽の前が可愛くてついつい買っちゃって、いつも可愛い。ありがとう、買ってくれたよね音楽、ありがとう。ジュリアさんとね撮った。係の人と一緒に飛ぶから大丈夫。でも怖いじゃん、どうするの、それでもし落ちちゃったら。そういうこと考えちゃう。 YouTube が足ブラブラさせてるの見て、手に汗握ったもあれだけ、怖いと思ってさ、ユーチューブどこにいるの一体君はって思ったよ。何回も見た。ネックレスは巨大真珠で、これなんなんかね、ガラスなんだよ。なんかこのなんていうんだろう、この
大きい、うん、なんか泡みたいなデザインで、でここが透明で、まあ、ちょっと光ってるけど、ここがパールみたいになってるという、なんかね割れるんだってこれ。そうでも軽いすごくみたいな感じです。巨大真珠だったらめちゃめちゃ高そう。ジェットスーツはほんと死ぬやつ。ジェットスーツ怖いかな。なんか一回映像で見たことがあって、海外の人がジェットスーツで、あのエアーズロック的な岩山の周りをなんか張ってこう飛ぶ映像を見たことがあって、うわなんて素晴らしいんだと思ったことがあって、で私もこれやりたいと思ったんですよ。だからちょっと 気になるけど実際怖そうだよね。ヨルパフェ専門店パフェテリアとヨルパフェ専門店、行ってみたい。ちょっと後で調べてみるね。おしゃれなとこ探したね。すごい、パフェとか好きなの？ハクさん。ケロリン、髪はこだわりなく伸びたら切るから、伸びた時だけお眉ではありません。あ、そうなんだ。いつもお眉って感じなイメージ。ケロリン、飛ぶ時の動画ツイートしたから後で見とい、見に行く見に行く。まあ、怖い、それ見るの怖いけどめっちゃワクワクしちゃう。見に行くね。YouTube がパラグライド、どんなに、どんな、何、貴族の遊びだよそれ。あ、久しぶりにアマゾン呼び、アマゾン、アマゾンさん、アマゾンって呼んだことはない。アマゾンさんだね、ずっと私最初アマゾンさんだったよね。でいつしかゾンタンになった。でもアマゾンって呼んでみようかな今度。食べて、ありがとう、たくさんギフト。もんちゃん、あ、いもちこんばんざい、来てよ、焼きいもちこんばんざい、やっほー、ありがとう来てくれて。いもちが頼んでくれた全身写、全身写メめちゃめちゃいい感じだったんだけどね、本当にごめんなんだけど、後から気づいたんだけど、足の半分、足のあのローファーの半分がちょっとだけ切れちゃってて、ごめんねってなった。でもね、いい感じ。今日も推しに癒やせに来た。癒やせに来た？埼玉でインスタでよくなんてとか、私も自由じゃない。違う、こう、あ、そうなんだ、埼玉。なんか栃木のなんかやつって書いてあったから、栃木まで行ったのかなと思った。そうなんだ。インスタでよく載ってるとこってことは、インスタとか結構好きなんだね、春熊さん。だっておしゃれだもんね。でもね、見たフリートでなんだっけ、オーガニック、全然オーガニックじゃなかった、オーガニックじゃないのが好きなのにみたいなやつ見ちゃって、勝手なイメージつけてごめんねの気持ちだけど、全然春熊さんがどうであれ、あの全然大好きには変わりないので安心してねの気持ち。モンタ食べて、あ、またくれた、僕も好き。何これ、読めない、ユーチューブ、ユーチューブ振りがな。長谷寺は読める、毎年言って、長谷寺ってあれでしょ、紫陽花のとこだよね、鎌倉だよね、知ってるんだ。ちょうど昨日見てたからね、インスタで、さすがでしょ。そう、鎌倉の紫陽花って結構有名だから、鎌倉で一番綺麗なお寺はどれだろうって調べて、長谷寺は結構出てきて、そうそう、毎年ね見てるんだけど、今年もインスタでたくさん長谷寺の写真とか保存したから、昨日見てたから知ってる。毎年行くの？おしゃれだね、長谷寺とかまで紫陽花見に行く。明日新宿でライブか、はい、ありがとう。カイト、カイトちゃんは明日会えないの？12日楽しみね、波動楽しみ。でもね、ちょっと不安、私課金がなくてすごく不安だから、ちょっと頑張りたいので、皆さんも応援お願いします。ハックさん、それは絶対 Google マップでカフェかパフェ探して、そうだよね、多分今聞いて、あ、その最中だったのかなってちょっと思った。可愛かった、女くんをおんまゆと呼んだの、そう、おんまゆって呼んじゃった、笑わないで。おんまゆ、おんまゆは私だよ、やばい、昨日と
人前になって可愛すぎる前からやってるね、ほんと恥ずかしいよ。みんなおんまよおんまよって言うけど、早く伸びないかな髪、早く伸びないかな。ひどいよねこれ、髪、前髪、うん、早く伸びて早く伸びて。聞いて、最近すごく悲しい出来事があってね、あの鏡がね割れちゃったんですよ。みおちゃんとお揃いだったダルメシアンのクルエラの鏡も割れちゃったし、メゾンヌフルールのあのリボンが3つついてるピンク色の鏡も割れちゃったし、アイドルを始めた時に一番最初に買った私の原点の顔を支えてたと言っても過言ではない、大切な大切な紫色の大きな鏡も割れちゃったんですよ。だから鏡を買わなくちゃと思ってね、名古屋で額縁みたいなとんでもないサイズの楽屋の鏡だとメンバーに間違われてた鏡、それぐらい大きな鏡もあの本当につい昨日割れてしまったんですよ。で鏡がないの。だからもうね、明日は絶対に鏡を買うというあの目標のもと生きようと思って、本当にもう鏡なんて今年ないってね、4枚割ってるんですよ。やばくない？これ不吉なこと起こるかな。本当についてない。だから明日は絶対鏡を買う鏡割りすぎててやばい。あと焼き芋餅にプレゼントしてもらったクロミちゃんの鏡も使ってたら割れちゃったの。本当にひどいよね私って。マイカ様なら巨大真珠持ってすぎやばい、そんなイメージなの。実はね持ってるわ、こういう巨大真珠って言っておく。ベッピーマイクお疲れ、あ、リョウヘイタンお疲れ、ありがとう、こんばんざい、リョウヘイタン自分では撮れないから母が飛んで、お母さん、お母さんと言ったの。え、すごい、そうなの、そうえ、すごくない、え、家族で言ったの。甘いもの好きで喫茶店で時間潰しようかなと考えて、食後ラスパフェ食べたい的な感じ。そうだったんだ。いいね、なるほどね。そうだよね、ちょっと時間潰すとき喫茶店とかいいもんね。あのパフェほんとおしゃれだった、気になる。マイカ様貴族じゃん。貴族じゃないよ、マイカ様は。マイカ様ってキロリンがマイカ様呼びもんちゃん今日の上半身写真お願いしますね。ええもんちゃん、えまた今度楽市楽座で着よっかな。じゃあしたらもんちゃんゲットしてくれるでしょ。マイカ様はどんな貴族な遊び貴族な遊びねしだいよ。私はなんだろうね、でもすごいフラフラ出かけていくことがすっごい好き、だから時間ができたらすぐ出かけちゃうかもしれない。それぐらいなら大丈夫、手直しした時も本当、ごめんねの気持ち、気持ち。アマゾンでも嬉しいけど、ゾンテン呼びとマイカちゃんに沿った感じ。そうだよね、じゃあゾンタンでやっぱゾンタンだね、だって名前もゾンタンにしてくれてるし。ゾンタンルリコーインって読むんだ。どっちも鎌倉ルリコーインは青い紫陽花一色で綺麗。そうなんだ、青い紫陽花、青ってやっぱ綺麗だよね。なんか今年も特にトレンドカラーだし、春夏のアイスブルーがトレンドだから、青とか青系のものお花とか見るとすぐに気になっちゃって、昨日も青いカーネーションママにあげたんだけど、かそれくらい紫陽花も雨に濡れた時が一番綺麗で、ルリコーインちょっと行ってみようかな鎌倉。やっぱ今年も行きたいな、紫陽花は絶対見に行きたいマイカ様と紫陽花デートか、想像中、想像してるもんちゃんが。紫陽花デートいいよね、雨が降ってきて傘を差すという、で一つの傘に入るというシチュエーションね強制
めさんのとちおとめタルトの、あ、それそれそれ、とちおとめ、そう、めちゃめちゃ美味しかった。栃木県産か、産ってことか、栃木に行ったのかと思った。そういうこと。美味しそうだった、あれいいなおしゃれなの食べてると思って、さすがおしゃれな休日の過ごし方だってなった。1日目はどのチームもあまり課金なかったね。決勝は課金も加熱するかもね。するかな。でも私ないんだよね。ゆうちも応援してケロリン、大明石鎌倉で実際撮影会とか言ったの万歳知る。はるくん、そうなんだ。実際撮影会やってみたいカイトちゃん明日バイトなので4、50個まで電車5分のとこに。あー頑張ってね、バイト頑張って、いつも偉い。ほんと今日も可愛いです。わ、かぼちゃんが褒めてくれ。明日いる、かぼちゃん。今日のハイライトお前言うてツイッターにつき、いややばい、ひどい。つも可愛いけど、どんなまゆげちゃんも可愛いお姫様。わー、ありがとう、やすくん。いや、ひどくはないから、可愛いからいじってるだけよ、ひどいやつ。わあ、もんちゃんひどい。わあひどいお前は本当に似合ってると思う。本当、これはね、幼稚園生だから早くもう伸びたら絶対ここまで切らない。割れるの早い。早いよね、4枚もあったんだよ。鏡を投げた。投げてない、落としちゃったの。なんでそんなに鏡割るのよ。ねえ、めっちゃ割れた。4枚しかも、4枚、4って不吉な数字だから。確かに、どうしよう、お笑いに行こうすぎるわ。お笑いやっぱ行った方がいいかな。なんか一回さ、これファンの方になんだけど、なんかあの憑依、何、憑依って言いますか、憑依してるってことがあって、してる可能性があるみたいなのが言われたことあったんですよ。ショールームで顔が右と左が違うみたいな、怖すぎと思って、またなんかどうしよう、憑依されてたら、やだ。確かに鏡4枚もあったし、お祓い行こっかな。やだ、怖いよ、どうしようお守り5個も持ち歩いてるのに。もんちゃん、それはお金ポーズです。真珠、真珠ポーズお金みたい、やばすぎ。身代わりなんじゃない、悪いことから守ってくれたんだと。あ、優しい解釈、やすくん。なるほど、そうかもしれないね。なんか不吉なことが起こるの予兆とか、運が悪いとかかもしれないし、よく捉えればなんか悪いことから身代わりになってくれたのかなとかも思える。ちーくん、こんばんは。あ、はい、手に入れます、手に入れます、手に入れます。真珠真珠変身してきた。あ、ほんとだ、何のアバター、これ、これ何のアバター。あ、魚、魚、かわいい、お魚だ。最近俺のことカイトちゃんって呼べなって言うの。そう、なんかカイトちゃんって呼んでる、流行り。札束でドミノ倒しとかして遊ぶのねやばすぎ。それ YouTube でやってない、 YouTube だよそれ、絶対やってるでしょ、絶対に。 YouTube、ね、お札のね、こうお風呂とかに入ってこうやってやってるよワインベースがブルーベリーの中に加湿スラウとか言ってて美味しく、美味しそう。ブルーベリーなんだあれ。そう、青だから何の味なんだろう、ブドウかなって思ってたけど、ブルーベリーいいな、食べたい、パフェ食べたくなっちゃうねあれ見たら。行ってみよう。出かけてお買い物はアミエックスのカードですかやばすぎるそれは、お金持ちしか持てないやつじゃんそれ。そんなのね持ってないよ、私カード持ってないから。アイスブルートレンドなのか、とりあえずアイス食べようゆうちゃんは一瞬でプリン食べるんでしょこうやってプッチンプリン出して
プリン飲んでたじゃん。あら、そうなの、鏡の前々とくるみちゃん加工したの私だっけ。うん、加工、ね、くるみちゃんの鏡、あのいもっちにプレゼントしてもらったやつ割れちゃったの。青いカーネーションいいな、青めっちゃ好き。いいよね、昨日カーネーション青選んだのおしゃれねって思ったや。そう、青ね、青とちょっとアイスブルーみたいな色の服に合わせてカーネーションも買った。マイカさんもシチュエーションとかめっちゃ想像してるやん。そうだよ、付け加えた付け加えた、雨が降ってるんだよ。想像して想像して、水曜の波動楽しみだね、楽しみ、応援してくださいみんな。ありがとう、マイカも頑張って、ありがとう。一応痩せわずかに書き下げで化粧も少しね、ありがとう、ユーチューム本当にありがとうリアンヤンさんこんばんざい、コウタくんこんばんざい、うお、おーい巻いてるじゃねえか、それは好きだ、何語巻いてるじゃねえかって、ありがとう。そう、今日でも巻き取れちゃった。多分前かに憑依してるのはオードリー・ヘップバーンだから大丈夫それはやばい、オードリー・ヘップバーン、うわ美人になれる、どうしよう、美人になれるかな、それは憑依してほしい、大いにお金坊主スライドしてないよ、真珠だよ、もんちゃん、はい、朝やと明日頑張れば会えるかが、ゆうまごめんざーい、ありがとう、明日楽しみ、こんばんざい、ゆうま。行ってたね、湘南、鎌倉、あれどこだろう、めっちゃよかった語彙力仕事の休憩な、勝さんこんばんざい、勝さん、モンタがマイカ様に憑依します、きしょい、自分で言ってる、ねえねえ、なんでモンタなのかっていうのよく分かって、そういうことかってなってる、モンちゃん、ハクさん鏡やんなくて携帯の画面割らないようにしないとだね、ねえ、もう割ってるの携帯の画面、ピエン、携帯の画面めっちゃ割れてるんだ、もうすぐ割ってパパにいつも怒られてる、もうまた割ったのって言われる、割るたびに、割ったりいろいろ携帯に不具合が起こるたびに、なんか落としすぎて壊れたのか、バックアップしないまま、あ、リンゴループになっちゃって携帯が起動しなくなった時あって、死ぬかと思って銀座のアップルストアに走ってね行って、パパと、え、なんかどうにかなりませんかって、リンゴループになったらもう戻らないんだって、で銀座のアップルストアだとなんとかしてもらえるかなと思ったけど、なんかもう無理ですって言われて多分落としすぎてるせいで私携帯を壊れて、なんかどっか行ったんでしょう、全部の中身のデータが、だから携帯そろそろもうね変えようと思って、そうそう12にしたいんだよね。マイカは女神なんだかどちらかというと憑依する側、憑依する側、え私が憑依するの、コウタくん今日特典あったら買ってたがそれさ、もんちゃんにも言われた、本当に、巻き髪は死んです、あ、死んだコウタくんの、え、今度巻いたら買ってくれるかな、コウタくん、マイカに憑依されたい、憑依されたい、すごい百妖怪さんみたいになってるコンセプト、札束のセンスやばすぎ、札束のセンスを使ったらやばいよね、レッスンでマイカさんは泡風呂でシャンパンでしょんでどんな生活、でも素晴らしいね、そういうの、そういうのさ憧れるよね昨日アイスクリームの日だったから、したアイスの日だったの、昨日食べてないアイス、今日可愛いな、死んだ、今日もかな、ねえなんでそのさハテナなの、今日もかなって本当に嫌だ、そのハテナ笑っちゃうから、やった可愛いって、
イエイイエイイエイ。ハクさん、マイカちゃんとたまたまお店で会って隣のお客様からですってやつしなきゃ。かわいい、ハクさん、かわいすぎる。それはそれはもう、あの隣の席に座るよね、座りに行くよね。そんな隣のお客様からですってそれってそれがハクさんだったら、そのハクさんの席に座りに行く。よっちさん、こんばんざい。水曜はバイト休みだから波動応援できる。おお、嬉しい。波動見ててね。緊張する。マイカは元から美人だが、明日はチェキ取ろうと思う。今日巻いてるから。だって今日巻いてたから巻いてない明日チェキ取ってくれるという。ありがとう、楽しみ。明日コウタくんいるの？そうなのか。今度キティちゃんの前まで写真使って鏡の作っても行くね。え、鏡作ってくれるの？え、それはすごい。本当に？まー、あ、ちゃん、おはようございます。あ、みつきちゃん、こんばんざい。今日はセーフだ。あ、そう、いつもね、終わりますの時みつきちゃん来てくれるから申し訳ない気持ち。こんばんざい。だからずっともんたもんちゃんで生きてます。そういうことか、だからみんなもんちゃんもんちゃんって言うんだね。あ、そうだ、みつきちゃんこの前、え、なんだっけな、あれビジョンの時にチェキに時間が間に合わない人の時前に入れてくれてありがとうございました。本当ありがとうね。そう、言うの忘れちゃったと思って、ありがとう。携帯も、携帯が割ってる。ん？俺も携帯だからショックだわ。銀座おしゃれすぎ。え、じゃあ銀座だったらさ、なんとかしてくれそうだなと思って。そうそう、大きいから行った。俺もう新しく携帯変えたいの。 iPhone 再デビュー中に今年発売したもんね。本当に新しくしたいよね、携帯。13って9月くらいやなかったっけ。それまで待つ。あ、そうなの？え、それは待たなきゃ。なんかさ、買っても変えても変えても新しくなのが出るからさ、追いつかないよね。じゃあ9月まで待とっかな。待てるかな。配信見れて巻いた時全部買ってるが、やった、嬉しい。確かに巻き髪光沢への指針なとこあるよね。つくしろうごちそうしてあげたい。あ、つくしろうだっけこれ。つくしろうね、本当に好きなんですよ。家族で行ったりするときすごく幸せ。え、ごちそうしてくれるの YouTube。 こんばんざい。ロキさん、マイカちゃんこんばんざい。こんばんざい。もんちゃん、マイカ様に憑依される前に監視下だから実質同じ。あ、そうだね、もんちゃんにはマイカちゃんが憑依してる可能性がもうあるということかもしれない。もう憑依してるかもしれない。でもマイカが百妖怪の紫になったらもうメンバー同じになるから薄紫担当になる。なんで私百妖怪戦に入ることになってんだけど、なんか。マイカ姫の椅子にごめんなさい、ごめんなさい。なんでごめんなさい。ヤスくんが謝ってる。謝んないでヤスくん。今度踏み敷き取ろうね。明日の新宿レインチケット取っておけ。えい、もっちにも会えるの？わあ、楽しみ、ほんと。やった、ありがとう、いもっち。イェイ。あ、明日俺いねえわ、ごめん。え？あれにいるわ。どうしたの？え、どっちいるの？いねえわ、ごめん、いるわ。何？何が起こったの？え、こうたくん明日いる？いるということで楽しみにしてます。隣の席だなんて好きなものを好きなでごちそうしてしまうやん。面白い、みんなのそういうなんか想像の中の世界楽しいね。え、なんかでもさ、可能性はあるじゃないですか。何が起こるか分かんないしさ、たまにそうやってさ、すれ違ったりする時とかあるからさ、なんか同じお店でさ、ご飯食べるとかあったりするかもしれないよね。あ、 JP さん、お日様ありがとう。ぴょんぴょんって飛んで。私の iPhone は 12S になるのか13になるのやら。確かに
自分は全く急いでなかったからね、ありがとう。逆に自分が早く行かなきゃの時に言ってもらったりするか、ビジのとこは優しい、本当にみんながいいよいいよって言ってくれて、みつきちゃんとかまおちゃんとか、いやありがとうってなった、本当ありがとう。携帯新しくしたい、ストレージいっぱいでトークポートできない。まだいっぱいなんだ、大変だ。昨日マイクフリートに載せてたけど、もう24時間経って消えて、嘘、待って、ごめん、それは本当にごめん、本当、はあ、申し訳ない。そう、最近ねフリート見るあの率が減ってるかもしれない。私一時期めちゃめちゃ見てたけど、ごめん、もう一回載せて。じゃあまた明日会おうね。どっち側にいた方がいい？そう、ね、明日は だから下手側かな。あ、下手下手。明日楽しみ、春熊さんありがとうね、本当に嬉しい、会えるの。つくしろと同じ値段出せばミシュランの寿司いけるけど、どっちがいい？どっちもいいか。YouTube がよく言ってるミシュランのお寿司、両方3年以上同じスマホを使ってるけど、多分俺も Android 向いてない。そうなの？じゃあ iPhone に変えよう。います、間違えた。いるの？わ、じゃあ楽しみにしてるね。間違え、なんで間違えるの？想像の自由です。そう、想像は自由だからね。次すれ違う際は逆なお待ちと白さん白さんって、やばいよそのアイドルじゃあ次は気づくように目線を送ります。そういうの覚えててくれるのにいい子やわ。そう言おう言おうと思ってて、でも結局言えなくて、その後もああ見つけちゃう、言っちゃったってなって、そう今になっちゃったけど、そうずっとね言おうと思ってたの、ありがとう。いや全然いいんだけど、いつも秒で切れたから今回は来ないんかどうした、ごめん本当に、いつも秒で見てるのにね。割と個人的な当たり前の腰だけの場合はちょっと嬉しい。本当に、でも全然すごい、本当ありがとうと思い入れてくれたからさ、並んでるのにありがとうございます。作った動画あげてたけど、それはまた何かの機会にね、もう一回あげて失い影響解放中、ファウル気になって、わかるわかる、私も気になってる。わがままいか尊いわがままいか。ケースの種類もほうだし、いろんなサイズがあるから iPhone 使う。いや Android より確かにねいいかも。マイカ様とプライベートで出会したら恥ずかしくて喋れなくなるおじさんですもんちゃんって恥ずかしく喋れないとかあるの？絶対嘘だよ。下手ね、了解。春のいないかいつもにガンミスね、思った、出演ないんだね春菜ちゃん。そうだったんだ。うわ、じゃあ私もいつもにガンミしよう。あれ前のママの時期なってる、あとはパジーキュールとかブラックでもらった。ああブルーもいいよね。でもやっぱりなんか長く使うってなると黒とか無難な色がいいのかなとか思っちゃうけど、でも色って惹かれるよね。パープルなんてマイクを押すまで気になる。そうなの？ TikTok に入ってたやつ完成されただけ。見たい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 。ラジオは時間かぶってていいのかしら。ラジオ時間かぶってていいのかしら。どういうこと、どういうこと。俺も恥ずかしいって気持ちあります。そうなのありますみたいなありますってこと。これかわいい顔文字。まあそろそろ配信終わります。ありがとうございました。パープルとかのスマホ使ってみたいもんね。かわいいよね。紫私も使いたいな。だから今日配信終わります。容量在庫的にゴールドなんか
なったけど、カバーしたら結果分からなくなる。あ、確かに、そっか、カバーをさ透明じゃなかったら分からないよねゴールドもあるの。え、そうなんだ。ちょっとスクショ撮らせて。スクショ、撮ったかな。撮った。今日0時半から万全ラジオ始まる。あっ、過ぎてた待って、過ぎてた、過ぎてた、もうこんな時間なんだ。ありがとう、ごめんね、終わります。今日も癒されてありがとう。こちらこそ、みおちゃん、おつおつ、ありがとう。みおちゃん、やすくおつまえもありがとう。やすくん、みおちゃん、ケロリお疲れ様、ハックさんお疲れ様、ゆうちもお疲れ様、みんなありがとうございます。カイトお疲れ様、キュンです、キュンです。癒しの楽しい時間、こちらこそ。やすくいつもありがとう。 JP さんおやすみ、カイトおやすみ、スターは終わります。お疲れ様でした。夢見ます。夢見てね、もんちゃん、約束だよ見てね。はってびっくりした、顔がよく、え、びっくりした、なんか半までに終わろうと思ってたらこんな過ぎてたの、全然気づかなかったユアキングお疲れ、あー、ユアちゃんお疲れ、ありがとう。ちょうちょ T シャツが着れる季節だね。ユアちゃんもウサギさんが着れる季節だね。うなされたら責任取ってねうなされたら報告してね。おやすM、大好き、やすくんおやすM、かわいい、おやすみなさい。そしたら今日終わります、バイバイ。